ラステーションの女神候補生のユニよ。射撃は任せといて。カレーに決めるわ。へえ、今日が誕生日なんだ。このあたしがじきじきに祝ってあげるわ。おめでとう。プレゼントは、そうね。この後、一緒にガンショップにでも行きましょう。メリークリスマスクリスマスといえば、ケーキにチキンにカレーよね。 ビーフシチューじゃないかって、そ、そんなの知ってるわよま、間違って覚えてたわけじゃないんだからね今年ももう終わりか。この一年、あんたとも色々あったわよね。ねえ、来年も、その、一緒にいてくれるお正月よほらほら お年玉出して出してちたったこれだけかまあいいわ現物支給ってことでガンショップに行きましょう初売りで欲しかった銃やスコープが安売りしてるのよチョコそんなのないわよってこら泣くな冗談だってばチョコくらいいくらでもあげるから泣かないのほらあんして あー、うんあ <laughs>、人間のクだはあ気づけばなぜかあたしが候補生のエロ担当みたいになってるし確かに出番がなくて影が薄いとかキャラが立ってないとか言われるよりマシだけどうんやっぱり納得いかないわ 最近、カレー作りにハマってるの。ラステーション海軍のホームページに官邸ごとのカレーレシピが載ってるんだけど、どれも目移りしちゃうほど美味しそうなのよ。今日は何カレーを作ろうかしら。あ、お姉ちゃん、今日も味見よろしくね。って、誰よ、カレージャンキーって言ったやつカレーごとカレー鍋ぶつけるわよ皆さん、どうも。 ユニ役の北村恵里でございます。新次元ゲーム、ネプテューヌ、もういくつなんでしょうかね。なんて思い起こしながらやってました。長く長く続いて、そして長く長くユニちゃんを演じさせていただいて、嬉しいえ、プラス、ちょっと色々変な汗をかきながらやってました。ちゃんと可愛く、ん、できてたかなそして、あの、相変わらず、 ブラックシスターさん。えー、ブラシスさんは、なんか、爽快感の感じで、えー、できました。えー、気持ちよかったな。はい。えー、そんなわけで、今回は、ステマックスとか、ケイシャさんとかに、なんかこう、振り回されてるようなユニちゃんがとっても可愛くて、えー、楽しかったです。えー、そんなわけで、引き続き、えー、楽しんでくださいね。以上、北村えりでした。